日本経済新聞大阪本社9大阪本社日本経済新聞大阪本社は日本経済新聞の発行本社の一つで近畿地方山口県以外の中国四国地方並びに北陸地方三重県以外東紀州地域向けの新聞を発行している会社である1961年日本経済新聞社はこれまで関東地方を基盤としていた 日本経済新聞の全国展開の第一弾として、大阪市で同市の発行を開始。1982年には、テレビ東京の地方系列第一号となるテレビ、大阪。1985年には、岡山県、香川県をサービスエリアとするテレビ瀬戸内を開局させている。1980年9月に、名古屋支社での現地印刷が開始されるまでの間は、 静岡県を除く東海地方向けの新聞の印刷も行っていた。2015年5月7日、長らく本社ビルを置いていた大手前から印刷部門を残し、高来橋に新築移転した。新社屋は地上10階地下1階建て。本社、グループ会社のほかテナントとして産油会には共同通信社の大阪支社が入居した。原則として日、月曜日と、 祝日の明くる日を除く毎日収録されている。大阪本社館内においては、都がある。朝、夕館とも最終ページではなく中ページ。掲載フルサイズ NHK 総合テレビジョン、NHKE テレ、MBS テレビ、ABC テレビ、テレビ大阪、関西テレビ、読売テレビハーフサイズ以下夕感がある。セット版は、近畿地方のみであるが、岡山駅や新倉敷駅。 福山駅の一部清ス区では、有刊の早版が発売されているところがある。上記以外は、全日投稿版のみ。他の三重県各地は、名古屋市社担当。中外商業新報。ことバンク。2019年11月29日閲覧。中外商業新報。日本産業経済新聞。神戸大学附属図書館。2019年11月29日閲覧。 なお、日本経済新聞の前身でもある、中外商業新報は1924年から1942年まで、同市の関西版とも言える、大阪中外商業新報を発行して、大阪に一時進出していたため、19年ぶりの再進出と捉えることもできる。日経大阪本社、新社屋が刊行。日本経済新聞、2019年11月29日閲覧。 大阪本社、移転のお知らせ。日本経済新聞社。2019年11月29日閲覧。日本経済新聞社140年史、P78 神戸新聞、デイリースポーツと日経は、総合業務提携している。ありがとうございます。